こんにちは、デリッシュキッチンです。レンコンの明太和えを作ります。レンコン 150g は薄切りにしましょう。耐熱容器に入れ、水適量を注ぎ、酢大さじ1を加えます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで4分加熱しましょう。水気を切り、粗熱を取っておきます。冷凍枝豆 100g はふんわりとラップをし、600ワットのレンジで1分30秒加熱します。さやから身を取り出しましょう。からし明太子1本は横に切り込みを入れ、中身を取り出します。ボウルにレンコンを入れ、枝豆を加えます。からし明太子も加え、マヨネーズ大さじ3を加えたら全体をあえて完成です。ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。